武田塾中森の参考書だけで合格点を取る方法。はい、それでは今回は早稲田大学法学部の入試について話していきたいと思います。2017年の過去をもとに話していきたいと思います。でまず早稲田の法学部、2018年から入試の出題形式に変更があって、数学が受験できるようになります。ただこの数学に関しては早稲田のオリジナル問題ではなくセンター試験の数学を使う形式となっていますので注意してください。ではまず英語の勉強から話していきたいと思います。英語ですが、配点が60点で時間が90分、となっています。出題形式はマークと記述の併用で、記述が出てくるのは英作文の、範囲になっております。で大問、どういう構成になっているかというと大問7つ、出題されており、2題英作文が出ている形と、なっています。で、2題の英作文に関して、今までは和文英訳と自由英作文が1題ずつ出てくるという形だったのですが、2017年の入試では自由英作文が2題出ている形となっておりました。で従来の自由英作文だとその和文英訳だった部分が、グラフを読み取ってワンセンテンス、1文ですね、で書くと、大体20から30ワード程度の英語で書くという形になっているものを2つ書くのが大問の1つ分として出ていました。それと従来の意見を書くようなものの自由作文ですね、これが出ていると。で残りの問題に関してはこれは構成同じで読解2題と文法3題で、文法のうち1題が正誤問題で残りは空所補充の選択式ですね。でこちらに関しては難易度はやはり総計レベルの文法も長文も対策が必要となってくると。で正誤問題に関しては、分野別のスーパー講義正誤問題ですね、あちらをやっておく必要が、あるかとは思います。で長文、に関してですがやはり文章の難易度は非常に、高く、さらに時間に対して英作文をやらなきゃいけないことを考えても結構やはりその難易度は高めになっているという形ですね。で早稲田の、法学部に関しては純粋に文章自体が割と長いかつ難易度が高くて、で文章を読んでもちょっと日本語でも少し難しいなみたいな文章が割と出てきますので、総計レベルの参考書、特にリンガメタリカなどのやり込みはしっかりやっておいた方がいいでしょう。で発音アクセントも出題されているのですが、発音アクセントの問題に関してはそのためにわざわざやるかやらないかというところがあって、稼ぎたいのであれば発音アクセントの問題集はあるので、そちらをやっておく形になりますが、特に対策しないでやるという形であれば、長文の強化を優先的にやった方がいいと思います。で長文割と長めなものが出るので、やっておきたい線やライズの4など、難易度の高い長文で練習しておいた方がいいかとは思います。で全体的に時間配分および難易度どちらも非常に苦戦する形の構成になってますので、しっかりやり込んで対策できるようにしておいてください。